はい、時刻は11時半を回りました。あっという間ですね。あっという間だね。はい、捨ててはいけません。わかりました。はい、アニさん釣った。何、マジで来てもらっていいですか。本当だ。食べてください。超元気なんですけど。やりました。いやちょっと釣りそうしたらいいんじゃないですか。リズム、今回リズムが入ってます。大金好きだ。釣るよ。釣るよ。来てくれた。やー、それ釣るね。よいしょ、よっぽんす。よし、ちょっとまたな。また、リキッシュですか。彼はやる気ないな。彼やる気ないよ。もうこの人もやる気ないけど、彼もやる気ないと思う。この彼も。おい、あのやる気出せよ。しかもあなたこんがらってるよ。ちょ、打ち合わせ。やってこ。何よ。何をやってるの。やってこ。あの人何をやってくつもりなんだろう。あっ、来い。脳進化、うん、すなわち23秒待て。さあ数えてみましょう。13。なんで23なんですか。今沈んでるあれが9 8 10 7 6 5 4 3 2 1。おかしいよな数え方今ね。兄ね、おかしい、なんか抜けたよね途中ね。お前たちは脳進化か。アニさんに言ったけど、アニさんに引きつってんだよな。でかくないエさん。俺が狙ってるのは、うん、でかいやつ。でかいのわかるけど、いない。脳進化か。僕はアニさんの応援をしたいと思います。ナイスショット。ナイスナイスショー。ナイスショー。仕方がなってないんだよ。いや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 、気持ち悪い人来たよ。ちょっと引いてみて。そう。バスっていうのはね、こう来るから、ね、こう来るから。こうしなさい。こう来るから。バス狙いだっけ。バス狙いなの。やば。誰なんだお前。ナイスシャトルバス。ナイスショットなのは分かるけど、ナイスシャトルバスってなんですか。1本早く焼いちゃうじゃん。いや、サイン送っても見てないですから。サイン送ってるけど見てないですから。あの人多分サオバットと間違えてんだろうな。よしよしよし。もう一本、もう一本。いけるいける。そう、来ると思いそうよ。レクチャーされてますね。おじさん釣り歴長いの。そうだね、うん、71年と半。じゃあいくつなんですか。おつれ込み。いや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 、71年と半って君は数字の数え方が分からないのか。1、2、3、4、5。おかしいおかしい、今のおかしい。3、4、5。3、4、5。ちょっと早いな、まだ若いな。タイミングがね。腰入れてね、腰からいくのね。わかる。君はね、肩しか使ってないの。肩だけだと肩壊してる。腰からいくんす。これは手で壊すから、こうじゃなくて腰
を使って、もう測る。もう、もうただの監督のようにやってるよ、しかもワニ。そうそうそう、揺れてる揺れてる。強かして。お母さんが呼んでるな。違う。お母さんご飯まだいらないよ。またすか、兄さん。もうまたじゃないですか。もうバス。え、バスそれ。バスだよ。あ、バスか。うわうわ。えい、うわ今日この人持ってるマジで。いやいやいや、結局お昼ご飯は食べずにずっとやっておりました。よくやるね。あれ敗北者ね、これ勝者ね。これはもう余裕が違うもの、エミの余裕度が違うもの。はい、必死スマート、はい、必死先が飛んでた。私の3をピクリとも来ません。そう、次の場面では飯どころにいたらもう終わりです。だからそういうところにいたらもう負けたと思ってください。はい、どんでん返しがあるかもね。生きてない、生きてない。悲しいだけだよ。見えねえ、俺には見えねえ。バカ野郎、よく釣れなかったじゃねえか、バカ野郎。くしょ、まばたきできねえぐらい俺は今悔しくて悔しくてしょうがねえ。バカ野郎、釣れたのは兄のみ。一人やりましょう、やりましょう。三匹坊主。はい、僕ら二人は坊主です。はい、兄一人勝ちです。兄が一人勝ちで、あれだっす。ギルギルバス。ギルギルバス。はい。ギルギルバス。ギルギルバスで。というわけで、はい。以上、はい。決勝、兄と鈴でした。ねえ、ドラゴンボス。その人は1週間2回そりゃ持ってるわって言われたもんね。そりゃ持ってるわ。弟もちょっと何か持たないとさ。そうよね、うん、ちょっと俺の方が力弱いみたいな感じになってるからさ今ね。そうだよ。年功序列な意味ででも、そうっすね、弟であれですし、そうですし2番ですし。そうですし、うん、ですしね、うん、大川敦史と大川デスシにします。デスシ10回言って。デスシ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 噛むよね、噛むよね、それは噛むよね。セスシセスシセスシ大川セスシ。